北米最大級の日本映画祭ジャパンカッツが今年の夏もニューヨークのジャパンソサイティで開催。長編作は26作品で揃った中、オープニングナイトを飾ったのが大ヒット作ウォーターボーイズやハッピーフライトを手掛けた矢口忍監督の最新コメディミュージカル映画ダンスウィズミー。ニューヨークは本場ですから、ミュージカルなめんなよと、バカにすんなって怒られるか。Oh, I loved it. I thought it was so funny and I was laughing the whole time. That was just a little way over the top. 今日はアメリカ人も笑いの渦に巻き込んだ日本で公開中のダンスウィズミー、そして数々のヒット作品を生み出してきた矢口監督のインタビューをお届けします。そもそもミュージカルっておかしくない？さっきまで普通に喋ってた人が急に歌い出したりしてさ。わけあってミュージカルを毛嫌いする OL 静香はある日、催眠術により音楽を聴くと勝手に歌い踊り出してしまう体になってしまいます。順風満帆だった人生がむちゃくちゃになってしまった彼女は、元の体に戻そうと催眠術師を探す旅に出るのですが、見つかった？ちょっと待って！静香を演じるのはオーディションで500人の中から矢口監督に抜擢されたモデルで注目若手女優の三好彩香さん。催眠術に翻弄される姿と我に返った状態のギャップを好演しています。本当だったら歌ったり踊ったりしたら不審者なんですよね、実際は。だからそのさっき歌ってましたよねっていうツッコミはずっと厳禁だったんですけど、まあ、僕の映画ではそのタブーを破るといいますか、あの鉄則をちょっと壊してみたかったです。ミュージカルが与える非日常の違和感を逆の発想で捉えたストーリー。日本でミュージカル映画を作るのは挑戦だったことからもその発想が生まれたといいます。日本人が日本語で知ってる歌を日本の景色の中でやっぱり歌われちゃうと、そこの壁を なかなか越えないんですよ。だから挑戦するんであれば誰もやったことがない感じのミュージカルにして、日本人がなかなか受け入れてくれなかった日本人のミュージカルっていうのを、まあ、しっかり面白く見せられたらなと。男子高校生たちのシンクロや女子高校生のジャズバンドなど、これまでも新しい発想の題材で映画を作ってきた矢口監督。アイディアはどこから？普段散歩ばっかりしてます。スマホも使ってないんですが、インターネットとかテレビとかの情報が入ってこないように情報が多すぎるんですよね。そんなにインプットばっかりしてても、映画はまあアウトプットの表現ですから、バランスが悪すぎるんですよ。だからぼーっと考える時間をなるべくたくさん取るようにしています。脚本も手掛ける矢口監督の作品の魅力はやはりコメディ。静香が催眠術にかかったきっかけが実は鼻毛だったというちょっとしたディテールに監督の遊び心が。鼻毛でね、はい、本当はちっちゃい女の子がかかるはずなのに横で見てた方にかかっちゃう。笑いはでも目的じゃないですね、手段です。お客さんが笑って楽しんでるうちに主人公の成長とかサブテキストとかを知らず知らずこう染み込むようになんか理解してもらうというか、感じてもらう。そのために笑いっていうのはすごく有効なんですよね。穏やかで、ゆったりしてるんですけど、やっぱりすごく自分の中での世界観だったりとか撮りたい絵だったりとかがとても明確にある方なので、もう納得いくカットが撮れるまですごく粘ってくださるんですね。矢口監督素晴らしいなと思いますし、携われて光栄でした。シンクロやミュージカルなどのモチーフを通して恋愛や人生を描くのではなく、モチーフそのものをとことん描きたいという監督に矢口ワールドとは何か聞いてみました。くだらないけど味がある、あんまりこう大冗談に構えて
真面目にお客さんに訴えるじゃなくて、ほんとバカバカしいようなことを表現を使いながら味わいのある映画を作ってきたと思ってるんですね。これからもそうしたいと思ってます。